ジーブ総輪装甲車は、イスラエルで開発、運用されている軍用四輪総輪装甲車である。ジーブは、ヘブライ語でウルフを意味する語であり、ウルフ総輪装甲車などとも表記されるが、ドイツ連邦軍で使用される、LKW ボルフや、イギリス軍で使用される、ランドローバーウルフとの混乱を避けるため、本記事では、ジーブの表記を使用する。英語表記では、ウルフアーマードビヒクル。 ウルフ APC、ジーブアーマードビヒクル、ジーブ APC など、いくつかの表記が混在している。ジーブは、イスラエルのヘイトホフ社と、軍の開発部門でもある、ラファエル社によって、共同開発された、四輪駆動の総輪装甲車で、ある。イスラエル軍で広く使用されている、m 百十三装甲兵員輸送車の機能を引き継ぐ、車両として開発された。m は、 早期式走行車両であり、紫外線から野線まで対応可能であるが、ジーブ送輪走行車は、紫外線への対応を考え、民間のトラックをベースに開発されており、他の送輪走行車のような体型タイヤは使用されていない。小型のタイヤで重量のある走行平員室を支えるため、リアタイヤはダブルタイヤとなっている。なお、M113 の野線機能、 不正地での戦闘機能は、アチザリットあるいはナグマホンなどの早期式重装甲、APC に引き継がれている。イスラエル軍では、同様に民間トラックから派生した、兵員輸送車の M462 アビールを運用しているが、この車両は非装甲車両であり、防御力はそれほど高くない。ジーブは、トラックの機動性と APC の防御力を合わせ持つ、車両というコンセプトで、 イスラエル周辺で頻発する低強度紛争への対応を念頭に置いて開発されており、ガラス部分を金網で保護するなどの対応がなされている。ジーブ送輪走行車は、フォード海 -550 ピックアップトラックのシャーシをベースに V86000cc ターボ付きディーゼルエンジンを搭載し、走行ボディを乗せた構造になっている。2006年からイスラエル軍に 実戦配備され使用されているほか、外国にも輸出されている。2006年に実戦配備された新しい車両のため、メディアなどへの露出もそれほど多くないが、近年も継続して発生するガザ地区やヨルダンガー西岸地区などでの提供度紛争に対応する姿を、ニュース映像などで目にすることがある。イスラエル以外の輸出先では、走行兵員輸送車としてよりも、 憲兵隊でのパトロール車両として採用される例が多い。ジーブ運用国。ありがとうございます。